When the sky turns deep black, dinner starts at Jen's house.脂身は少ないんだけど、ものすごく柔らかい。月に一度の歓迎祭、乾ききった私のサラリーマン生活に息地を流す。今宵も肉の精たちが踊り始める。まずはミニキャロット、軽く皮を剥いだら頭をカットする。万願寺唐辛子は縦切りにして中の種を取り出す。ベイナスはヘタを取って輪切りにしていく。表面に油を塗っておくと色黒くならないという噂を聞いたが、その効果はいかに。続いてアワビだけ。エリンギの刈り取られた頭のようなフォルムのこのキノコは厚めにスライスしていく。年を重ねれば重ねるほどキノコの旨味が身に染みる。諸君はどうであろうか。まずは先に付け合わせをソテーしていく。フライパンはおなじみドイツ製ターク、えらく骨太なやつだ。ここへたっぷりのバターを入れ、まずは火が通りにくい人参からソテーしていく。万願寺唐辛子は表面に強く焦げ目をつけるとなおうまい。ここでボーナスチャンス。人参にさらなるバターと砂糖を与え、グラスへと昇格させる。どうもこんばんは。本日のお肉はイチボ。牛一頭から2キロも取れない希少な部位。程よく脂が乗り、柔らかな肉質が特徴だ。まずは下ごしらえ。脂身に入る筋を数箇所切り、焼き上げの際肉が縮むのを防ぐ。今回は野菜がシンプルな想定のため、塩コショウは強めに引く。佐野厄除け大師で新しい年の厄除け、方位除けを。関東の三大師、佐野厄除け大師。
変わらずうまい。はい、うまいね、やっぱり。じゃあゆっくり食べていきます。いやー、すごいな。あこれはすごいな。なんか脂身は少ないんだけどものすごく柔らかい。うん、もうないからねなんだろうな、不思議な肉だなこれ。うん、うまい。続いてアワビだけいただきます。うん、なんか味としてはね、エリンギと椎茸を混ぜたような味ですね。うん、ただエリンギよりもすごい肉厚っていう感じかな。美味しい。うん、もうね、なんかナスは油吸わせとけば勝ちみたいなところありますよね。うん、クラスでもうまいね。